真っ盛りだと思ったんですけど、あいにくの、ね、真夏日で、まあ、この曲あの夏しかできない曲で選曲しました。初中見舞い申し上げますからスタートします。めぐみーずです。今日はね最後まで本当に最初と比べるとなんと賑やかな感じがしますけれども、あの最後まであの、ね、いていただきまして本当に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 ありがとうございます。何言ってんだよ。ありがとうこれ、はい、私たちのオールディーズのバンドとして活動してますが、の次の曲はコリフラシスの曲を2曲いきたいと思いますが、1曲目は、多分これはものすごくヒットした曲だと小耳に挟んでます。で2曲目は多分アルバムとかに入っててそんなに日本ではヒットしてないんじゃないかと思うんですけれども、あと2曲連続でいきたいと思います。恋には弱い、そしてスーベニーです。これ西からいこうか。えアラビンです。はい、一緒に行きましょうか。じゃあ歌行きましょう。これ歌から行こうかな。今日ね、商売道具をちょっと忘れちゃってじゃあ歌で行こうかな。ラララ
かった。ありがとう。スリーナインでサンキューで次行こう。次の曲はこれは誰が歌ったんだ。名前は出てこないんですけど、ジョニー・ソマーズだ。あのね、まあ、最近覚えられないくなっちゃったけど、今日皆さん飲んでないからおかしいんじゃないですか。いやでも明らかにさっきの演奏はね、私のせいなのかな。ということで、まあ、これもねいい思い出になるかと思うので、素敵なメモリーと内気なジョニー出てくる大丈夫だ。じゃあ行きましょう。じゃあ素敵なメモリーと内気なジョニー。
気を使わなきゃいけないんですけれども、あの先日のライブで置いてきてしまってもうどうしようかと思ったんです。で今日これでキャンドゥで買ったんだけど、実はこれはねこの音しか出ないんだけど、あのさっきのラッパーは私のエアーでした。ちょっとすごくない？だからなんだということなんですけれども、ね、1曲目にあの初中見舞い申し上げます、お送りしました。でもなんかね梅雨が長引いてて、まあ、雨もねいいことはいっぱいあるんですけれども、まあ、ちょっとジメジメして嫌なこの天気ですが、ただ、次の雨という曲はなんかちょっと爽やかな雨な感じが私的にはするんですけれども、どうでしょう、誰の雨なんだろう。これね、あのね、違う、ね、ジリオラ・チンクエッティっていうあのイタリアの方が歌ってて、サイゼリアでよくかかってます。だけどあの私イタリア語ちょっと難しいので日本語でいきたいと思いますが、雨。ツイストの曲でも聴きたいと思いますけれども、2曲連続になります。早間ツイスト、が先だよね、早間ツイスト、そして朝まで。
Thank you.
シスタロン、モノリピコノリピノアロン、バステンラディオナピノスキン、ピンキャンパノユースワールドチューディスノン、調子に乗るタイプでどんどん切り残りたいと思いますが、あのさっきちょっとすごいって言ったでしょ、だからこの技をもう一度見せたいと思いますけれども、ルシールとジェリジェリー2曲連続でいきたいと思います。
ね、時間も早く過ぎていくもので、終わりの時間に近づいてまいりました。ここでですね、今日私ばっかり喋っていて、ベースの高橋からひしひしと俺にも喋らせろという言霊みたいなものが聞こえるので業務連絡お願いします。はい、業務連絡です。次の曲がですね、いよいよ皆さんお待ちかねの最後の曲です。それで歌い終わった時にこの人メグさんって言うんですが、ありがとうございましたとお辞儀します。ありがとうございました。この瞬間にですね、大きな声ではっきりとアンコールという声がかかったとしてもですね、私たちメグミーズは歌えないように一曲準備しております。業務連絡以上です。ありがとうございます。じゃあそれでは、お待ちかねかどうかわからないですけどね、メグミーズこの曲は外せないので最後にやりたいと思いますが、ミッション OK、キスを目にして、すいません、勝手ながら2曲やらせていただきたいと思いますが、いきます。1、2